あたらたたあたっち向いて、ほい、うわー、体が動かねえ。っていう仲間いませんか？私はさ、今1時間半ぐらいさ、ここから動けないんですけど、なんでかって言うとさ、今さ、1月20日、なでしこが寄り添ってくれてる。見てこれ可愛くない？1月20日土曜日の夜の11時半なんですね。なんですけど、今日のさ、22時、10時ぐらいからさ、体がさ、もう全く動かなくてさ、なんでかって言うとさ、なんでかって、ちょっと待って、ブスすぎ、さすがにこのアングル。暗すぎ、ブスすぎ。ブスなのは良くない、ちょっと待って。さすがに可愛く映ろう。整いましたか？大丈夫そうですか？さすがにちょっとさっきの闇属性すぎたんで、光属性に戻っていきたいと思います。光浴びていきましょう。なんでかは分かってるというか、多分サムネとタイトルになってると思うんですけど、私のさ、まあ、愛するミセスグリーンアップルの公式からさ、今日の1時、1月、20日土曜日のさ22日にさ急にさポンってさここアナウンスが出て、でその22時に出て、多分私22時01分ぐらいに01分ぐらいにはもう見てってなって、そっから体動かなくなっちゃったんですけど、仲間がいたら本当に仲間、いつもミセスグリーンアップルをいただきありがとうございます。メンバーの大森元樹につきまして、昨日1月19日左耳が聞こえづらい症状が現れて、ここら辺まで読んだ時点でもうなんか血の気さー引いて、で本日病院での医師の診察を受けた結果、突発性難聴と診断されました。今後に関しましては、医師により診断及び適切な治療を受け、症状と向き合い、本人の意思を尊重しながら活動を続けてまいります。また現在発表されているライブ等に関しましては、現時点では実施する予定となっております。ファンの皆様並びに関係各位にはご心配ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただき、変わらぬ応援をよろしくお願い。変わらぬ応援はするけどさ、変わらぬ応援はするけど、待って、どういうことと思ってさ、マジ50回ぐらいまず読むじゃないですか。50回ぐらい読んでさ、で大森さん自身のさこうインスタとかツイッターでもさ発信があってさ、まあちょっと一安心してないんですけど、あ、なんか本人動けるぐらいの感じではあるんだと思って、なんかはぁってなったんですね。でで突発性難聴っていうのはさ、もう主に片耳の時が多いんですけど、片耳の時が多いんですけど、急にさ耳が聞こえづらくなっちゃう症状が出る時があるんですよ。で、私は医者じゃないし、医師免許もないし、病気のことについて細かく語ることはできないし、語る資格もないんですけれども、ないんです。ないのよ。そういう、ない、当たり前でしょ？ないんですけれども、一応さ、ボイストレーナーというさ、肩書きをさ、このぐらいにさ、肩のこのぐらいに、肩書きってそういうことなの？ちょっとわかんないけど、ボイストレーナーぐらいの肩書きは私はあると思うんですけど、は、まあ、最低限さ、ほんと最低限よ。ほんと最低限の最低限の最低限なんですけど、やっぱさ、鼻、口、耳、喉、呼吸器のさ、最低限の病気についてはさ、やっぱちょっと知識を持っておくべきだと思うから、突発性難聴についても本当に最低限の最低限の最低限のこのぐらいの知識はあると思うんですけど、ね。突発性難聴の症状が出たら、即病院に行ってください。本当にすぐに、今すぐに行けるのであれば行ってください。昼間ならば仕事を休んででも行ってください。何かがあっても行ってください。その日のうちに行ってください。症状が出たなら、夜、だったらもう夜でも行ってほしい。音楽とか耳を使うような仕事の人はもう夜でもすぐに行ってほしい。一般の人でも少なくとも翌日には行ってほしい。仕事が忙しかろうが何かろうが、ね、即日、もうできれば翌日には行ってほしい。で、なんでかっていうと、めちゃめちゃどのくらい早く対処するかで、治る率っていうのが全然変わってきちゃうっていうのが一般的に知られてることという私は認識なのね。で、多分この認識は合ってると思うんですけど、でもさ、耳ってさ、なんかちょっと聞こえづらいな、みたいな。聞こえづらいな、どうしようかな。なんかまあ、耳詰まってるだけかなとかってさ、1週間とか2週間とか放置しちゃう人とかいるんですけど、で、私のさ、周りにもさ、そういうのほで放置して片耳聞こえなくなっちゃった人とかもう何人かいて、珍しい病気じゃないんですよ。結構あるのよ。結構あんの。私もさ、そう、ボイストレーナーっていうさ、職業をさ、こう何年かさ、でも10年以上やってるのか、私もすごいね、やってるとさ、相談される時とかあるわけ。なんか先生耳聞こえづらいんですけど、3日前ぐらいから、ちょっと待って、もうすぐ病院行って、みたいな。すぐ病院行って、今すぐ病院行ってって感じ。とか、さ、友達とかから飛んできたりするわけですよ。なんかさ、白石って言うんですけど、白石ボイストレーナーじゃん、これ耳聞こえないみたいなの、これやばいかな、みたいな、病院行った方がいいとかって言って、もうすぐ行って、みたいな。なんで知らないの？すぐ行ってみたいな。そう。知らない人多いんですよ。突発性難聴。早く病院行った方がいいっていうのを。そう。なんか耳詰まってるだけかなとかって言ってさ、ずっと放置してさ、そうするとさ、全然こう、変わってくるわけ。一般論としてね。で、もちろんさ、すぐに行ったからといって感知するわけでもないかもしれないし、自然治癒しちゃう人ももしかしたら、ね、もしかしたらもういるのかもしれないけども、一般的には、もうほんと即行ってください。即行ってくださいっていうのが、
鉄則なので、これは皆さん覚えててください、人生のうちで。でさ、もうその後にさ、することは私がさ、もうすぐさ、こう、もう一回これを読み直してさ、ちょっと冷静な頭で。で、1月19日に症状が現れ、これがさ、1月20日翌日の22時に出てるわけでしょ。つまり、大森元貴は少なくとも、大森元貴は、とかっつって、少なくとも、まあ、即病院に行ってくれたんでしょうよ、きっと。症状が出て、即日なのか翌日なのかわかんないけど、元貴さんが、その、まあ、突発性難聴について知識があったのか、まあ、耳だし、やばいし、すぐ行ったらいいってなったのか、周りの人が言ってくれたのかわかんないけど、不幸中の幸いにも、とりあえずその第一ハードル、ね、あの、血がブワーって出てる状態で、そのままさ、あの、ほっとく、なのないようにさ、すぐ止血するじゃないですか。まあ、その止血の一歩目がさ、対処ができてるわけですよ。病院に多分行けてる、あ、多分っていうか行けてるんで、とりあえず病院行ってる、この人、と思って。でも、その次にやることがさ、これ多分さ、みんな同じことやったんだけどさ、現時点でのライブ等に関しましては、現時点では実施する予定となっておりますって。待って、ちょっと今ってホワイトラウンジツアーは次はいつでしょうとかって言ってさ、ツアーの予定調べ始めたでしょ、みんな。ね、ジャムズの皆様。次のライブの予定がさ、1月25日で名古屋なわけ。まあ、あと4日間は本当に寝ててほしい、元木。でもさ、1月26日にさ、映画公開されるわけ、サイレントラブル。ナハトムジークでしょ、ナハトムジーク主題歌でしょ。もしかしたらプロモーションでこの後、もうバカみたいに忙しいのかな、こんなツアーがあるのに大丈夫かなとかってさ、もうなんかそうそう調べ始めちゃってさ、なんか休めるのかな大森さんはとかつってさ、みんな同じことやったでしょね、本当に全然笑い事じゃないんだけどさ、全然笑い事じゃないんだけどさ、しかもさ、ナハトムジークのさ、リアクション動画もすでに撮ってやってさ、あの、このリリースが出る前だからさ、すごい気楽にさ、元キーとかってずっと言ってるの、もう恥ずかしい、あの動画出すのでも出すけど、普通に明日とか今日の夜か明日には出せるかな、ちょっと分かんないんですけど、あの、出ますよ、ナハトムジークのリアクションは出るんですけどね、そういう感じ。私が今言えることはそのぐらい。私は別にお医者さんじゃないし、あの、大森さんの関係者でも何でもないので、私が言えるのはそのボイストレーナーとして、一般論として、皆さん覚えておいてほしいのは、あの、耳、片耳聞こえづらいは、もう即病院、耳鼻科ね。基本は耳鼻科、耳鼻咽喉科に行ってください。これはぜひ覚えておいてください。まあ、ここからはもうボイストレーナーというか、一音楽ファンとしてなんですけど、本当にさ、押しは押せるうちに押せとはさ、本当にさ、もう言葉と頭で分かってるんだけどさ、もうこういうことがあるとさ、ヒヤヒヤするわけよ。なんかもう、ヒヤヒヤするっていうか、まだ何も解決してないのかもしれないですけど、ヒヤヒヤするじゃん。でさ、まあ、去年とかさ、ヒゲダンの藤原さんもさ、声帯ポリープでさ、結構長期間、お休みされてて、で、無事復帰されてよかったなって年末思ったところなのにさ、元木。これはもう邪推というか、なんかこう楽観的すぎる観測かもしれないんですけど、でもさ、5日後にさ、名古屋でライブがあって、現時点ではライブやりますって言ってることってことはさ、まあ、一旦病院に行って症状は落ち着いたんではないだろうか。って、ちょっと自分を安心させる。心臓よと、あんたもでしょ。これ笑い事じゃないんだけどさ、ちょっとなんか精神いってる時って笑っちゃうよね。難聴に限らずなんですけど、まあ、例えばさ、いろんなとこですよ。もう顎関節だろうが、舌、舌だろうがさ、もう、口腔内だろうがさ、声帯だろうが、喉頭だろうが、肺だろうがさ、どっか一つ疾患があったり、病気になったりしたらさ、例えば、つんくさんとかもさ、あれは声帯を取ったのかな？今、声が出ない状況じゃないですか、つんくさんね、モームスのつんくさんね、とかさ、一つ何か失ったらそうやって、うちらはさ、その奇跡みたいなさ、パフォーマンスをさ、見ることがもうできなくなったりするわけですよ。とか、まあ、前のままではいられなくなったりとかさ、するわけですよ。そう、大森さんなんかさ、踊るわけじゃんか、あの人。なんで踊れるんだろうね。なんかさ、ギター弾くわけじゃんか。で、あの人のいろんな楽器叩けるじゃん。で、それはさ、大森さんが五体満足でさ、指とかもさ、めっちゃさ、元気でさ、だからさ、うちらはさ、踊ってる元気を見れるし、いろんな楽器を弾いてる元気を見れるし、音楽を作ってる元気を見れるわけで、本当にさ、どっか一つ、こう、身体的にとか、まあ、わかんない内臓とか、こういう感覚器官とかに問題が出るだけでさ、うちらはさ、もう、二度とあのパフォーマンスを見れなくなる可能性っていうのを常にさ、常に隣り合わせ、なわけじゃんか。だからさ、頭で分かってるんだよ、これ、ナハトムジークみたいなさ、新曲が出てさ、新曲が出るって素晴らしいことじゃないですか？で、なんか泣きそうになってきちゃった。新曲が出るって素晴らしいことじゃないですか？ライブやってくれるって素晴らしいことじゃないですか？そんなさ、奇跡みたいなライブをさ、見に行けた日にはさ、ああ、なんて素敵な日だってなるわけじゃないですか？ね、うちらの心は。だからこれはさ、まあ、歌手とか芸能やってるさ、まあ、いわゆるその、みんなに応援されてる推しの対象もそうだし、なんか頭で分かってるんだけどさ、例えばさ、両親とかだってさ、親孝行した時にはもういないとかっているじゃん、言うじゃないですか。
か。で、友達とかだってそうよ、同い年だってさ、いくつまで生きてるか分かんないしさ、同じように健康でいられるか分かんないしさ、恋人だってそうよ、いつまで一緒にいられるか分かんないわけですよ。だからさ、大切にしなきゃいけないとかさ、一回一回はさ、こう貴重に思いたいってさ、頭では分かってるんだけどさ、人間ってさ、忙しかったり仕事があったりさ、日々自分のことで必死だったりするとさ、全部忘れていくわけじゃないですか。だからそういうありがたみとかをさ、なるべくこう忘れずにさ、いたいよねって思いました。全方面にね、その大森さんだけのことだけに限らず。で、大森さんの話にまたちょっと戻るんですけれども、こんなにも早くこのリリースを出してくれたっていうのは、まあ嬉しいなって私は感じてるんですけど、皆さんはどうでしょうか。なんでか、まあ、絶対どういうことかっていうとさ、1月19日にそういう症状が出て病院におそらく行って診断を受けて、翌日にさ教えてくれてんのよ、うちらに。これって結構すごいことだと思いませんか。だってさ、まだ実害が出てないわけじゃないですか。だってライブが中止に、今すぐ中止にしなきゃいけない状況ではないわけでしょ。多分出演する何かがこうリスケされるとかキャンセルするとかっていう状況にないのかあるのか分かんないけど、まあないという決断をできるぐらいの状況ではあるって。ちょっと難しいね、日本語ってね。言ってること伝わりますね。だからさ、まだ秘密にしといても本当は良かったわけですよ。なんだけど、一アーティストの一重要なその、まあ、病気の症状について、まあファン含め世間になんか教えてくれたっていうのはさ、もうすごい決断だと思うし、大森さん自身もそうだし、ミセスもチームもそうだし、まあ、レベルのユニバーサルもそうだし、よく教えてくれたなって思った。でかつそれはなんかありがたい、まあ、ありがたいって別に喜べないんだけど、そのニュース自体にはね。でもなんか知らないでミセスというか、まあ大森さんがさ無理してさ、こう騙し騙しやって、まあ、それも 愛かもしれないけどさ、このファンとかに対する愛情かもしれないし、音楽に対するプライドとかでそういうことになる、そういう決断になる可能性もあるし、もう何も否定はできないんですけれども、でもそうじゃなくて全部教えてくれて、こういう状況ですみたいなね。だって秘密にしたっていいわけですよ。だってまだライブも中止になってないし、 何もキャンセルされてないし、そうなんだけど、なんか教えてくれたっていうのが、まあ、一個嬉しいし、すごい決断するチームだなと思ったし、何の話これ、ちょっと分かんないんですけど、とりあえず、まあ、教えは押せるうちに押せ、大切にできる友達、家族、恋人、分かんない、ペット、分かんないけど、何でもいいんですけど、大切にする、やりがいのあることを、やりがいを感じれることは、今、する、すぐする、っていうのはさ、忘れがちなんですけどね。どうやってやっても忘れがちなんですけど、なるべく忘れずに生きていたいなと思ったし、なんか神社仏閣巡って大森健康祈願でもしようかな明日から。マジでさ、頼むよ頼むよって感じじゃない。頼む良くなってくれと、頼む休んでくれと、頼むお大事にが、もう頼むお大事にじゃないかな、頼むお大事に。こんなにもお大事にって大事にしてると思うけどね、多分大事にされてると思うし、ご本人も大事にしてると思うんですけど、自分のことを。でもこんなにもお大事にって思ったことはないぐらいお大事にって今思ってる。でしょ、そうなの。あ、なんかちょっと元気出てきた。さっき本当体動かなかったんだけど、気をつけてねみんな。土日でよかったね。次の日学校だったら学校行けない人とかさ、仕事行けない人とかさ、家事できない人とかさ、いたでしょ絶対。よかったね、また土日で。はい、というわけで以上です。だから今日の教訓としては、突発性難聴の症状が出たら即病院、耳鼻科に行こうっていうことはぜひ皆さん覚えておいてください。これはもう音楽に関わらず、いつ誰に降りかかるかわからないことではあるので、そう覚えておいてほしいです。というのがおしらからの今日の動画でした。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。